お久しぶりです。すみません。私もそれなりに忙しかったもので。さっきもなかなか面白い裁判を見てきましたよ。クォーターゴッド九段にも、審判の神にも頭を下げずに堂々としていました。ついに私が、いえ、私たちが待っていた人が現れたようですね。おかげでしばらくはここに来ることも難しくなりそうです。そういえば、どことなくあなたに似てるような気がします。あの人たちにも仕事サボってゲームばかりするなって叱られたりするのかな。今更ですけど、私に厳しくしすぎたんじゃないですか？実力があるのにもったいないとかなんとか、小言ばかり。言っておきますけど、あなたのような有能な上司がいたんですから、私が出しゃばる必要なんてなかったんです。人材の無駄遣いは良くないでしょ？だから、あなたの失踪が信じられなかったのかもしれません。一つ笑えない冗談を聞かせてあげますね。あなたが失踪してから事件の終結までは3日、死亡処理までは2週間かかりましたよ。ヘブンソサイティのみんながあなたの痕跡を消そうとしているように見えました。異議申し立てをして、私の権限で事件を直接調査しようとしたんですが、帰ってきたのは、筋の通らない脅迫と怪獣だけでした。私の性格はよく知ってますよね。あなたは怒るかもしれませんけど、私は気にもしませんでしたよ。とはいえ、直属の上司の失踪事件なのに、事件資料へのアクセスすら禁止された状況。私は感づきました。あなた以上の権限を持つ上層部が関わっていると。でも直感だけではどうしようもありませんからね。私は証拠を探し始めました。あなたならきっと彼らがアクセスできないどこかに資料をバックアップしてるはずですから。監察局のエージェントなら基本中の基本でしょ？でもまさかそれが私の端末だったなんて思いもしなかったけど。ちょっと不満ですよ。あなたが失踪した後も私がずっとゲームばっかりしてると思ったんですか？確かにいいアイディアだったかもしれませんね。あのお偉いさんたちがこれに興味を持つはずがありませんから。
見慣れたゲーム画面に突然現れたランクの点数。あの点数を達成できるのはヘブンソサイティには私しかいない。そうやってあなたが調査していた資料を入手しました。それさえ手に入れば配属されたばかりの新米エージェントでもわかります。オラクルがロアの記録を勝手に修正していたこと、そしてあなたが口封じのため行方不明とさせられたこと、あの時の私の気持ちがわかりますか？オラクルの操り人形に過ぎない無能な支配階層への怒りとは、支配の手段として情報を利用するオラクルへの幻滅です。あなたがびっくりする話を一つしてあげましょうか。今から私はこのヘブンソサイティの社会構造を変えるつもりです。彼らが隠していることには興味はありません。ただ安定した支配のために誰かの口を封じなければならないような社会なら一刻も早く崩壊した方がいい。もう二度とあなたのような犠牲者が出ないように。あなたが失踪してから随分経ちましたね。でも絶対失敗しないための仕方のない選択だと思ってくださいね。私が失敗したらもうここまでたどり着ける人はいないから。私は監察局の一員として、そしてあなたの部下として犠牲を無駄にはできない。だからずっと待ちました。私の持つ情報を正しく使ってくれる存在を。心血とオラクルが牛耳る社会構造に振り回されずに自分の信念を貫く勇気を持つ者たちを。ああ、今までの気楽な生活もおしまいですね。あとは彼らが本当に私が探していた人物なのか確認するだけ。最後まで面倒をかけて申し訳ないですけど、見守っていてください。ヘブンソサイティ観察局の最高のエージェントが情報をどんな風に活用するのか。虚栄で築き上げられた彼らの砂の城がぺしゃんこに潰れるところをお見せします。また来ますね、必ず。